こんにちは。転売を堀秀夫です。今日は悪い評価の削除申請。どの理由を選ぶか。これね、この理由の表が出る前に、えー、削除されることもあります。でこの理由が出たときはですね、えー、まずランゲージ、ね、なんか、えー、罵り言葉が書いてある。パーソナルインフォメーション、ね、個人情報が書いてある。えー、この二つはめったに使わないです。それから、プロダクトフィードバック、えー、悪い評価はね、えー 出品,者じゃ出品者に対してじゃなくて、商品の文句だという場合は、ここにチェックを入れます。で次、フリフベントバイアマゾン。ほとんどのケース、これ入れますね。壊れて届いたとか、えー、遅かったとかね。えー、あるいは、箱が潰れてたとか、まあ。はたまた壊れてた。えー、なんで壊れたんだかわかんないけど、壊れてた、ね。元から壊れたのか部品がないのかわかんないんですけど、それも一応ね、FBA のせいにします。 え何しろね、この悪い評価残しっぱなしにするわけにいかないんで、どこでも申請できなきゃ、もう FBA にするしかないと、ねで。結構そのご両親が通ることが多いです。で、a z を選ぶとね、何か理由をつけなきゃいけないと。で理由をつけると、人間の判断になるんで、大抵不利になります。まあ、だからほとんどの場合、FBA で申請する。あるいはね、商品のことだって分かっていれば、プロダクトフィードバックという形にします。 でこれでね、今システムで判断してますんで、えー、単語をね、うまく使われる、あるいは単語がね、えー、その削除のシステムに合致しないと、えー、申請消してもらえないということもありますで。その時はね、カスタマーサポートに連絡するんですけど、カスタマーサポートもね、もう全然相手にせずにシステムがダメだったものは、もうそのまま購入者に連絡しろという形で突っ張れる人もいます。その場合はね、えー、何しろ、 FBA のせいなのに購入者とやり取りしてね、えー、悪い評価の削除できるわけがないんで、えー、時期を変えてまた、えー、しつこく、えー、FBA のせいだというので申請します。でこの削除申請についてはですね、えー、しばらくの間、えー、サポートを受けてなくてね単純に、えー ニュースレター、通信講座を取っているだけの方のサポートもします。理由と商品を書いて、ね、送ってください。で、商品は伏せますけど、理由の方でこういう理由でこれで削除できた、こういう理由でこれだと削除できなかったというのを、ね、シェアしたいと思いますので、通信講座の会員さんも削除の方は英文サポート、これを選んでくださいとかね、このコメントをつけてくださいとかいうサポートしますので、悪い評価ついた時には エーシンコードそれから、ついた文章、それと商品の状態がどうだったか、その3点をお知らせください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。